ロザンのお笑いコンビが10日までに公式 YouTube チャンネルを更新しました。また霜降り明星のメンバーである粗品31が以前から元雨上がり決死隊の宮迫博之54を非難し続けたことについて言及しました。粗品は4月に放送されたフジテレビの酒のつまみになる話に出演し、芸歴が24年も上の宮迫を呼び捨てにしました。さらに先輩じゃないよあんなやつと宮迫を非難し、自身の YouTube チャンネルでも素人扱いをし、自由な発言を繰り返しました。この発言に対し宮迫は YouTuber ヒカルのバースデーイベントに参加した際、テレビに出ていた頃の自分を超えてから言え、アメトーークみたいな番組を作ったことはあるかなどと発言しました。これにより大きな波紋が広がり、宮迫は自身の YouTube チャンネルで謝罪することとなりました。この件に関して菅博文は各芸人によって異なると思っていて、また年代によっても違うと思いますと述べました。私は宮迫さんにお世話になったし、芸人としての先輩ということもあるので、現状についてこうした方がいいとか何かを思うことはありません。これは私の個人的な感覚ですがと語りました。宇治原史規がそれはわかりますね、関係性や状況によって人それぞれ違いますと頷くと、菅は粗品にも粗品独自の感覚があります。私がそれを理解できるかというとできません。向こうも理解できないと思いますが、それでも良し悪しを判断することはありませんと付け加えました。宮迫さんのことは好きじゃないし、粗品さんもなんか自分なりの思惑があって、宮迫さんを激しく非難しているのかもしれないけれど、それでも今回の粗品さんの一連の言動を見ていると、やっぱり不快感しか感じないな。粗品さんの芸風やキャラなのかはわからないけれど、こんなやり方を続けていたらいつか大きなしっぺ返しを食らう気がするよ。粗品さん面白い方ですけど、ちょっと調子に乗りすぎかな。さんまさんも言ってましたが、先輩に対してちょっと信じられない行動かもしれないですね。このままだと視聴者を含め周りが不快に感じて嫌われるでしょうね。もう少し謙虚な気持ちがあればもっと成功できると思いますが、これ以上は難しいでしょうね。若さだけでは通用しない世界だと思います。やっぱり人間関係は大切ですよね。宮迫に見せかけて粗品はプロレス技のような仕草で金属バットを振り回してきたような感じだ。ただ怪我させられるのは明らかだったから、宮迫が降参して退散したのは正解だし当然のことだった。今回のことだけでなく、いつも横柄な態度を見せる粗品に対して、これ以上見過ごすことはできないと思う関係者は少なくないだろう。先輩だからというわけではなく、後輩や他人に対して敬意を持つことはマナーだと思わないか。突然攻撃的になって相手を傷つけ、笑いどころが全くないのはどうなのか。それが芸人としてのあり方なのだろうかと疑問に思う。有吉さんを尊敬しているようだが、もし有吉さんがブレイク前に出会っていたら、彼は有吉さんに対して厳しい攻撃を仕掛けていたに違いない。翔ちゃんが舞台から離れていることが粗品の調子のノリを助長しているように思える。浜ちゃんにはこうした場合に粗品をしっかり叱ってほしいけれど、過去の吉本内のトラブルでは表立って行動しない傾向があるので期待はできない。東京吉本では大御所としての地位がさんまくらいで、粗品はさんまと親しく麻雀をしたりしているので、さんまにきちんと注意してほしいと思う。関西では大御所が揃っているので、今頃彼らに押しつぶされているだろうけれど、彼は天狗のように振る舞っていて、すでに関西のことを見下しているかもしれない。まあ、こうした人々はいずれ大きな報いを受けることが世の常だからね。
自分の好みはそれぞれあるだろうけれど、私は昔は霜降りを選んでいたな。ただ、ただ誰かの真似をするのではなく、自分たちが作り出す側に立つことが重要だと思っていたんだ。しかし、最近の作品はどうも受け付けられない。人を批判するばかりで、その一方で、あのちゃんのようなキャラには甘い言葉ばかり。そうして、それを面白くないと感じる人はつまらない奴らとして片付けられてしまうんだ。そういう風潮が続けば、いつか自分たちの足元が救われるだろうと思うよ。宮迫については、本当にプロレスを仕掛けたのかどうか、私にはよくわからない。ただ彼が本当に嫌いなだけなのかもしれない。芸人の世界では、主にお客さんを楽しませることが大切だ。そのため、先輩や後輩の区別なく、努力を重ねる。しかし、裏側では階級が厳密に存在し、それに従っている。そのおかげで、お笑いの世界が維持され、観客も理解している。最近のお笑い業界では、何かがおかしいと感じることがあり、特にある年代以下のタレントはあまり面白くない。また、バラエティ番組もテレビの中でしか盛り上がっていない。お笑い業界が衰退する可能性もあるだろう。破天荒なキャラであっても、人としての尊重が欠けていると不快であり、笑いにもなりません。宮迫は様々な問題を引き起こし、コンビが解散してしまった人ですが、彼は YouTube という異なる場所で努力しています。例のあの人の扱いぐらいならまだしも、それは常識的な行動です。誰も彼をあいつ呼ばわりすることはありませんが、それは大人としての礼儀の一線を守っているからではないでしょうか。粗品は、普通なら手を出さないであろうジャニーズや直属の先輩などと思い切って争いを挑んでいる。これに対して、笑い飛ばす人もいれば、不快で失礼な行為と感じる人もいる。おそらく粗品は前者の意見だけを気にし、楽しめればそれでいいと割り切っているのだろう。これが正しいかどうかは別にして。要するに、粗品はテレビや YouTube、賞レースなどで実績を残しており、調子に乗るのは当然のことのようにも思える。さらに、かなりのファン、いわゆる太客を抱えており、少なくとも10年後も安定しているだろう。ただし、ギャンブルで借金まみれだとか、いつか困窮する可能性も否定できないが、それすらも彼にとっては笑いのネタになるのだろうか。粗品は、アンチが増えれば増えるほど快感を覚えるだろうし、炎上系 YouTuber と同じだろう。きっとYahoo!コメで批判されることも喜びに感じるのだろう。